アストラゼネカのワクチンの承認が下りれば速やかに届けられるようにします。第一三共はイギリスの製薬大手アストラゼネカが輸入した新型コロナワクチンの原液を瓶に充填し包装する製剤化を始めたと発表しました。このワクチンについてアストラゼネカは日本政府と1億2000万回分を提供することで合意していて、先月厚生労働省に承認を申請し国内治験のデータを追加提出する準備を進めています。アストラゼネカはこのうち3000万回分を輸入して3月中に供給する予定で、事前に体制を整えることで承認後速やかに届けられるようにしたいとしています。